はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は2022年1月30日、講演後第4シーズの日曜日の朝を迎えました。今日も手術礼拝の黙想を配信したいと思います。この手術礼拝の黙想は、今日のこの日曜日の意味や分かりやすい聖書のお話をいたします。どうぞ気軽にご参加ください。では最初に、今日の礼拝で歌う賛美歌を一曲歌いましょう。賛美歌21をお持ちの方は賛美歌21を、今日の週報をお持ちの方は今日の週報を開いてください。賛美歌21の512番、賛美歌21の512番、主を捧げますの1番と4番、1番と4番を共に歌いましょう。賛美歌21の512番、1番と4番を共に歌いましょう。主よ捧げます、私の命あなたのために用いてください。今この時もこれからの地も皆をたたえて日々過ごします。主よ捧げます、私の愛を、知恵も力も宝もすべて私のうちにあなたが住んで、御旨のままに用いてください。はい、今日は講演後第4の主日です。福音書の朗読箇所は先週の続きとなっており、久しぶりにナザレの村に帰ってきたイエス様が安息日に自分が育った村の街道に入って説教を始めたところで、聖書は終わりました。今日の箇所はナザレの人々がこのイエス様の言葉をどのようにして受け止めたのかというところが記されています。それでは共に見ていきましょう。今日の箇所をお読みいたします。今日の福音書はルカによる福音書4章の12節から30節まで、ルカによる福音書4章21節から30節まで。ルカによって記された主イエス・キリストの福音、主に栄光。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、ふるさとのここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分のふるさとでは歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間、雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、
エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も清くされなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。はい、では今日もこの聖書の箇所につながる絵画をご紹介したいと思います。こっちですね。はい、この作品は絵画ではなくてモザイク画と呼ばれるものです。陶器でできた小さなタイル、まあ、タイルの破片をかけらを一つ一つ組み合わせて大きな一つの絵を作るというものです。このモザイク画はローマカトリック教会の修道会であるイエズス会がローマに設置したアレッティセンターによって作られたものです。イタリアにある大きな教会の壁にはめ込まれたものです。この動画の備考欄にもリンクを貼っておきますが、このアレッティセンターでは古代から中世にかけたさまざまなキリスト教の古い芸術を調査をしたり、あるいは修復をしていく中で、またこのモザイク画のようにこの古い技法を使いながら新しい作品を生み出しているっていう、そういうグループになります。すごいですよね。はい、またこういうものを大事にしながらいきたいと思います。今日のこのモザイクではイエス様の言葉をこの正面から受け止めることができなかったナザレの人々が、ナザレの街道からイエス様をこの押し出しているっていう、そういう場面が記されています。この指さして出ていけって言っているように見えます。またイエス様の表情も心なしか少し寂しそうな、そんな感じもします。はい、今日の箇所はそのようなイエス様の場面を描かれています。ナザレの街道ではイエス様が語った説教を聞いて皆は褒めました。素晴らしいと言ったんです。しかしその後彼らの反応はくるっと180度変わっていきます。今度は総立ちになって怒り出したんです。なぜ彼らが怒り出したのかというと、このイエス様の説教の続きのところでした。イエス様が語ったこの説教とは、この私イエス様自身が預言者イザヤが語った約束の御子、救い主であるという神様の恵みに満ちたものでした。今目の前にいるのは人間である、人間として生まれたイエスであるだけでなく、神の一人子である救い主イエス・キリストであると語ったんです。しかしナザレの人々はそれを受け止められませんでした。彼らが見つめていたのは救い主イエスではなく大工の息子イエスだったからです。だから今日の箇所にもヨセフの息子ではないかという言葉が記されています。このナザレの村から出た偉くなったイエスなんですね。このようなナザレの人々の反応を見て、イエス様は預言者エリアやまたエリシャと同じように、このような人々はふるさとの人々の不信仰のために苦しみ、また迫害されたというんです。これを聞いてナザレの人々は総立ちになって激怒しました。なぜならこのここでイエス様が例えておられるエリア、あるいはエリシャを信じなかった人たちは皆罪を犯して神を忘れ、神様の救いを否定した人たちでした。
彼らはエリアやエリシャ様の言うことを聞かなかった罪深い奴らである。そんな罪深い奴らと私たちを同じように考えるとは一体何事なのかというんです。しかし私たちはイエス様が神の子であり救い主であるということを信じています。そのような私たちから見れば彼らも今イエス様を救い主また神の子ではあると見ずにヨセフの息子であると言ってますから、もう彼らも同じようにエリアやエリシャと同じように神の言葉を否定した人たちと同じなんですが、ナザレの人たちはそれに気がつきませんでした。それは彼らが見つめていたのは神様の言葉あるいは救いではなくてこの世のものだったからです。イエス様、あなたはカファルナウムで素晴らしい奇跡を行ってくれたんでしょう、ここでもやってください、あなたここの生まれでしょう、ここの育ちでしょうと言うんです。ふるさとに錦を飾ってくださいと言うんです。彼らは皆神様神様と祈りながらも神様ではなくこの世のものにしか目を向けていませんでした。これが彼らの信仰だったんです。そして最後にはイエス様を追い出し崖から突き落とそうとまでします。まあ、イエス様はその間をすり抜けて逃げていかれたんですが、寂しい思いをしながらイエス様は故郷を後にしました。ふるさとの愛する人たちが神様を見つめてくれなかったからです。今日の第一朗読ではコリントの信徒への手紙が読まれます。よくこれは結婚式の場面で読まれるところです。愛は忍耐強いっていうあの場所ですね。この手紙を書いたパウロは信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であると語られました。この使徒書と福音書を合わせて読むとき、私たちは改めて私たちが愛しているのは何なのか、私たちが見つめて愛を注いでいるものは何なのかということに問われている、そんな気がします。ナザレの人々のようにこの世のものばかりに目を向けて地上のものばかりを愛してはいないでしょうか。イエス様が私たちに何を愛しなさいと言われているのかを少し考えながら今日のこの礼拝を共に守っていきたいと思います。では共に主の祈りを祈ってこの会を終わりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。皆さんの上に豊かな祝福があるように祈ります。父のこと聖霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますように、アーメン。これで主日礼拝の黙想終わります。皆さんありがとうございました。どうぞ良い一日をお過ごしください。それでは今日のまたあと10時半からある主日礼拝でお会いしましょう。